初日ドリームで激突した大山選手と清水選手。レースは大山選手が貫禄の逃げを披露、清水選手は3着に終わりました。2度目の対決は4日目、準優勝前の一般戦で実現しました。4号艇清水選手、大外6号艇が大山選手です。予選ラスト2着で勝負が今日決めました。4番の清水亜美、4コースの角になります。5コース前節準優勝のモーター、随所に強力な動きを見せます。5番の勝浦真帆、5コースから。そして6コースはここまでオール3連対、予選3位の勝ち上がりとなりました。6番の大山千尋です。枠なりの3対3です。第5レースはオール女子の一戦、スタートまで10秒を切ります。進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。大外6コースから6番の大山、トップスタートを切りました。さあ出ていく、ちょっと内が壁になっている。それでも6番の大山まくりに行く。1番の内山がイン先前からなんとか持ちこたえました。まくり切るまではいきません。6番の大山その後ろ内から刺して5番の勝浦、スタートは前提正常でした。1番の内山先頭、リードは一定審判。内から5番の勝浦も上がってきまして2マーク、外から行く6番の大山、さあまだここは受け止めて1番の内山先頭、かわすまではいきません。6番の大山2番手、先頭2番手ホームテレッジでは3手身と差が開きました。レースは2周目です。3番手ここで差が開いて5番の勝浦追走、2周1マークの旋回です。先頭で1番の内山、さあ内をついて6番の大山、ここはぐぐっと差を詰めてきました。トップ追い詰めて一気に差が詰まってその差一定心。さあ少しへさきがかかるところまで来ました。インコース6番の大山、さあここで1番の内山の内並んできました。並びました。2周2幕先に回る6番の大山、差しを狙いましたが1番の内山届きません。ここでトップ逆転、先頭6番の大山、リードは一気に3手身と広がりました。1番の内山2番手交代です。後ろ3番手には5番の勝浦、現在リードは3手身ほど。2番の香川4番手、3番の松瀬が5番手、4番の清水が最後方です。先頭2番手最後のバックテレッジでは4手身と差が開きました。逆転でトップ奪いました6番の大山先頭、2番手1番の内山、変わらず3番手は5番の勝浦が抜け出しています。2連単6番1番の組み合わせが 31.7 倍ノッツ、3連単の6番1番5番の組み合わせ 171.7 倍です。先頭6番大山五輪、1番内山五輪、5番勝浦五輪、2番3番の順で五輪、4番清水五輪。